皆さん、こんにちは。僕です。今回は、寝る前の動作を行いたいと思います。寝る前の動作っていうのは、自分は寝るときに、こういうことをしてるよとか、オナキンの我慢の仕方ですね。背景は。例えば、もうこうやって布団に入っちゃう、もう。ね。布団に入っちゃって、で、ね。この、ミッキーのね、ミッキーの布団なんだけども、髪は下はボサボサなんですけど、申し訳ないっつって、枕。枕をここに置いて、こうやって、寝るじゃないですか。ね。こうやって寝るじゃないですか。ね。僕はいつもこの半袖で寝てますけど、まず寝るときに、何も考えないで寝る。ね、いいですか？何も考えずに寝る。寝る。ね。何も考えずに寝る。オナニーしてる人はそれは、これは我慢できませんよね。やっぱり、例えばですよ。ちょっとこれ充電器なんですけどね、これ充電器。ね。もしもーし。ニコ生なのマイクじゃないですよ。例えば、こういうプラグあるじゃないですか、プラグ。こういう充電器買ったんですけど、これを立てて、ここにスマホを置いて、これが枕だとしたら、こういうふうに、ね、こういうふうに見ながら、ここにスマホを立てて、こうやって見ながら、シコシコすると。いうのは、絶対にやっちゃいけません、オナキン中は。ましてや、もう寝るって言ったら寝る。電気を消す。布団をかける。そして、ムーミン、寝る。ね。オナフキンがとある、居酒屋で言ってました。考えちゃうからダメなんだと。ね。人間はつい、毎日楽しいと、欲が出てきて、今日もエロビデオを見てから寝ようとかね、そういうのがあります。だから、逆にストレスを受けた方が、早く眠れる人は、80% いるって言ってましたね。だから逆に外に出てストレスを受けて来いって、オナフキンは言ってました。満員電車でもいいです。ストレスを受けると人間はやる気をなくします。言ってね。それで帰ってくる。玄関を開けて、扉を開けて帰ってくる。ああ、今日も疲れたな。嫌なことがあったなってなると、もうすぐ寝ちゃおうっていう風な気持ちに、早くなるんですね。早速なる。はい。今日こうやって寝ながらお送りしてました。寝ながらお送りしてますけれども、X ビデオってあれ、クロスビデオって言うんですけど、X ビデオって僕たち呼んでたんですね。ごめんなさい。クロスビデオと、まあ、X ビデオでいいか。YouPorn ってのがあるんですね。海外のサイト。エロいの。おっぱいとか、裸のお姉ちゃんが出てくる。あと、レッドチューブ。あとは、ソフトコアチューブって昔あったんですけど、それはなんかね、廃止されちゃったんですね。で、あとは、メタカフェ。あとは、YouTube でもね、エロいのが、ありますよ。あとは、そういう有名なサイトは、XXN、なんとかってやつ。はい。で、僕は、今一番はやっぱクロスビデオですかね、使ってるのは。あとは YouTube でエロい動画探したり、YouTube で検索するときは、ソフトコアって検索すると、結構エロい映画が出てくるっていう噂です。ソフトコアって入力すると結構エロいのが出てくるんだよね。エロティックとか最初やってたんですけど、検索。ヌードとか、セッピーは、単純ですよね。僕の検索の仕方は、僕の検索ワードは、ソフトコアか、エロティックです。その後に年月を入れます。1994。
ソフトコア1993だったら、エロい、その年のエロい映画でできます。僕も昔好きな女優はいましたよ。例えば、シャノン・ツイードとか、あと、なんだっけ、クリスタ・アレン。あとは、ガブリエラ・ホール。あとは、たぶん言い方は間違ってると思う。あと、いっぱいいたな。あと、シャロン・ストーンはね、もう、飽きた。あとは、ペネロペ・クルス。あれも飽きたな。何回見たことか。あと、ヌードね。あと、キャメロン・ディアスは足が好きです。美脚なんです。背がちょっと高いし。あと、シャイナ・ライアンっていうのがいてね。シャイナ・ライアン。ダーク・パッションっていう映画にね、すごいエロいのが出てきます。はい。ああ、俺はもう寝るんだ。いいか。そこの目来ます、野郎。俺は今日絶になるぜ。ナルトの。サメに食われとるがな。それはオーストラリアインフォメーション。僕、オーストラリア人じゃありませんからね。勘違いしないでくださいよ。あと、これ、マイクちゃんとつけて。